ニア男子 MVP は赤木修司選手です。8歳とは思えないほど終始冷静で、次の動きにすぐつなげられるよう着地点や足運びを計算しているので、全体を通してすごくクリーンなランでした。これから体力面、技術面がパワーアップし、さらにたくさんの経験が培われ、かっこいい動きを追求し感性が磨かれていく未来を考えると震えるほど楽しみです。どうか怪我にだけ気をつけて、かっこいい、やってみたいななど、ワクワクと好奇心を大事にしてパルクールを楽しんでください。 MVP おめでとうございます。